エリゾボは、ロシア極東部、カムチャツカ地方南部にある都市。人口は、約4万人。エリゾボは、カムチャツカ半島南部の太平洋側にあり、カムチャツカの中心都市ペトロパブロフスクカムチャツキーからは、北西へ3 2トル離れている。アバチャ湾に注ぐアバチャ側に面しており、川口の三角州からは2 0トルほど、遡ったところにある。エリゾボの南東には、 カムチャツカの玄関口で、カムチャツカ最大の空港であるペトロパブロフスク、カムチャツキー空港がある。また、ソ連時代以来の大規模な宇宙観測施設ニップマイナス6も近くにある。ペトロパブロフスクカムチャツキーと、半島北部のウスチカムチャツクを結ぶ、カムチャツカの主要道路 R474 号線が通り、南のビルチンスクへのビル道路がここで分かれている。古くから、 イテリメン人が住んでいた場所であったが、1848年に、ロシア人の村落スタールヨストログが誕生し、1897年にはザ、ザボイコと改名した。これは1854年、クリミア戦争に伴い起こった、英仏連合軍のペトロパブロフスク・カムチャツキー攻略戦で、町の守備に当たったロシア海軍提督バシーリー・ザボイコにちなむ。 1922年にカムチャツカで死んだパルチザンのジーエリゾバにちなんで、1924年にエリゾボへと改名し、1964年に都市型集落へ、1975年に市へ昇格した。エリゾボはこの地域の観光の拠点になっている。カムチャツカで消費される野菜、肉、乳酸品などを生産する農業地帯の中心でもある。 食品加工業のほか、木材加工や建設業も立地する。町には歴史博物館と黒の月自然保護区博物館がある。ありがとうございます。